こんにちはプラザヒロのお時間です MC のヒロですこれからの一時間皆様と時事話題についてお話ししていきたいと思います番組へのご意見ご感想はメールアドレス761 at mark fmcoza.jp ファックスは098-934-8653すいませんもう一度読みますね間違えたかもしれません098-934-8653 あれですね、あの FM コザの方までお願いします。ご意見、ご感想ですね。局の番号になりますので、番組名プラザ・ヒロというのも、合わせて、ご意見等とともにお書きください。よろしくお願いします。お待ちしております。今週ですね、もともと予定では、ですね、私たちが二十一世紀の世界で望んでたですね。自動運転乗るだけで。 車が勝手に運転してくれるあの運んでくれるっていう自動運転とですね、えー、加害者、えー、被害者の人権というのを取り上げようと思ってたんですけれどもちょっと他のニュースがどんどん入ってきましてですねあのトランプさんやってくれましたねまたねあのエルサレムのエルサレムにですねアメリカ大使館移転という話が出てきましたのでちょっとそれをあの、えー、と調査 ちゃんと調べれてないんであの思うところをまた皆さんと一緒にお話ししていきたいと思いますはい、えー、それでは、えー、まず、えー、今週の一曲と、えー、番組からのお知らせをお聞きください、えー、それでは、えー、今週の一曲、えー、時代ですね中島みゆきさんの時代お聞きくださいごめんなさいちょっと待ってください はい頭出ししました。 はい帰ってきました。どうもすいません間違えて別のマイクを上げてしまいました。すいません。はい、えー、それでは、えー、今週の、えー、ニュースな話題のコーナーです。えっと、今日今週ですねあの先ほども申し上げた通りですねあの自動運転夢の技術自動運転取り上げようと思ってたんですけれども、えー、トランプさんまたやってくれました。 トランプ米国大統領イスラエル大,大使館をエルサレムに移転ということでやってくれましたね発表しましたねなんかもうすでに議会の方はあのエルサレムの,の方にあの大使館移転は決めてたそうなんですけれどもあの実質実際に移転するかどうかについては大統領判断に任せるということで保留状態になってたようですねでそれをあの もうあの直球直球勝負剛速球のトランプさんはあの移転するという話になったみたいですね。でちょっとまたあの報道番組見てたんですけれどもそしたらあのどうもあのあれみたいですねあの私たちのこう日本人とかとは違ってですねもともと中東に暮らしている皆さんはあの 感情がすぐ行動に出てくるという話であのすぐ暴動に暴動に暴動が起きてしまうという話ですでに何件か暴動が起きてるみたいですねあれ確か何年かもうかなり長い間あの3つの宗教仲良くねあのやってたかと思うんですけどねそれがどうしても。 うまくいかないです、ねまあ戦争のあとね嘘ついてそれを騙されたっていう話で要するに裏あれなんでしょうね泡の期待を夢に見てやったからどうしても実現したいっていう話になってきてでそれから奪い取られる方は何でそうなるんやっていう話で嘘つきめっていう話にじゃあ実力にあの訴えるぞっていう話になるんでしょうね。 何、まあね、な,なんでしょうね確かあ、ね、れ「神様」って一つの神様なんですねあね預言者が違うだけでねあの確かそうだったと思いますね3度,度目が「あ,のあら」あらですよねでだから同じ神様が言ってることやからもっと仲良くしたらええのにねのあれなんですかね王人の乱のようにたきつけるやつがいてるんですかね神様とは別の世界でね。 はい、ということであのイスラエルの大使館をエルサレムイスラエル大使館をですね米国のイスラエル大使館をエルサレムに移転するように決定した大統領の命令に署名したみたいですねですぐ実行はしないとは言ってるんですけれどもまあどうなんでしょうねのらりくらりとやるんですかねのらりくらりと手続きがどうのこうのと言ってあの伸ばし伸ばしにしながら最終的には やらざたえんうでしょうね,多分ね。であ,あのあれはトランプさんらあの自分,た自分の言ってる公約を全然実現できていないっていうので一つでも実現しとこうっていう話なのかもしれんけれどもでもあれ今北朝鮮でも変なことになってるし。 あの中東でももう一回火を吹いて二正面で戦うだけのね力はないように思うんですけれどもねあの多分この前からちょっとお話ししてるようにですねあの北朝鮮の問題っていうのは朝鮮半島の問題っていうのは多分後ろに中国ロシアがいてるからそう簡単に話は済まないから。 あのそれなりのね準備をしてかからないといけないように思いますんでねだからうーんどう二正面で戦いできるのかなってそれね思いますね多分北朝鮮とあの中東は正規軍の戦いになると思うんで。 ね、あのテロとの戦いとはまた違った戦いなんで本当に軍隊を送り込んであの本格的な戦争をやらないといけないっていう話になると思いますので私はだからその二正面でやるだけの力はない,ないんじゃないかなというふうに思いますね。ということはもしかしてそこで出てくるのが安倍さんの話なんですかね。要するにもう 話話としてては日本に投げたよっていう話なんですかねまだそこまで力ないはずなんですけどねまだ全然軍備も整ってないし、うん、そんなこと言ったらお叱り受けるかもしれないですけどでも軍備も全然整ってないし体制も整ってないし国民も支持してないしそんなことねどないするんでしょうね。そんなもうもうあああれなんですかねあの何あの何 じあれ何で,でしたっけあの実績が優先されるやつね規制技術をもとにどんどん押し切っていくやり方ですかねそれは今の時代よ,よろしくないと思いますね。ということであの大変あのまだ先が全然読めない皆ねど,ど,どなたもまだ先が読めてないと思うんですけれどもただ 人気取りでやってるだけじゃないかっていう話で,で実際に映すかどうかっていうのはあのまだ不透明な状態であるという話なんですけれどもそれをこの要するにアドバルーンが上がったわけやからそのアドバルーンを見てあれですねあのは利用してやろうという人たちっていうのはたくさんいるはずなんで,でその利用の仕方がねあの ソフトターゲットっていうテロ中心になってくるんでじゃあいつ,の期かいつの時期かまたあのあれですよねそのテロではもう済まなくなって本格的な正規軍の戦いというふうになってくるんじゃな,な,ならざるをえんのじゃないかな、まあ、テロだけで済んでれば、まあ、言葉悪いですけどいいんですけど本当の正規軍の戦いになるような気がしますね。その時にアメリカとか日本は あ他の国のやってることやいってねな知らんふうにするわけにはいかんですからね何をするんでしょうねで確か安倍さんは今回のイスラエルのエル,エルサレムへの移転の大使館の移転の話は二、まあ、国間であの決めるのがスイやという従来,の従来のアメリカの姿勢をし 支持すするるようななことを言ってるみたいなんですけど直接聞いたわけじゃないですけど電話もかかってけれへんけれどもそういうふうに報道,報道されてますので多分そうなんだろうとは思いますけれどもね今の時期ねあの日,本が日本は中東にはあまり悪いことしてないですからねあの悪いことしてないっていうのは石油のライフラインをあの地域に依存してるんでうかつなことを絶対に言えないですからね。 ですから、あの、まあまあ、オンビニという、あの、日本得意の、あの、まあ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 、まあ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 、あの、平和のことなら何でもやりますっていう話をして、あの、頑張る、引き延ばすっていうことしかできないでしょうね。まあ、それはそういうことしかできないでしょうね。で、一方、自,自分たちの、あの。 地地元の地域ですねあの東アジアの話については、まあ、私たち責任を持ってやりましょうでただあの非力なもんであのちょっとお力お貸しくださいねっていう話に持っていくんじゃないかなというふうに思いますね。でだんだんあ,のあまり力つけるとあなたたちも怖いでしょうから。あの まあ、非力なわり非力は非力なりに頑張るんであなたたちもの力をお貸しくださいという話でうまくこうぬるぬるとあの過ごしていくんでしょうね。でそうこうしているうちにあのもくろみ通りの、うん、中国が言っているもくろみ通りの、うん、ハワイからインド洋までは日本があの派遣を取ります。 派遣と言っちゃいけないですね。あの、正解制空権を確保します。自由な航行ですね。<laughs> 本当かな <laughs> を？あの、約束する警察としての機能を果たしましょう。で、えー、ハワイから、あの、アメリカの本土までは、あの、アメリカが自国で守ってくださいっていう話にするんでしょうね。で、それに必要な軍備の拡張は。 あのどうぞ支援してください,い協力してくださいという話でやるんでしょうねでそれに関わるお金については日本が全てあの相当分をお支払いしますという話であのうまくごまかしながらあの実質力をつけていくんでしょうねで多分この前ちょっとお話ししたいので私が思っているのは多分あのそうこうしているうちにあ国連の国連の 常任理事国あの拒否権を持った常任理事国入りを果たしていきたいなというふうなことを目指してるんじゃないかな一時なんかもうギリギリまで生き,きかけてましたもんねインドと一緒にね。でそれを取るような話を進めていきたいという話になるんじゃないかなというふうに思いますね。はい、でちょっと時間がありますのであの もともとお話ししたかったですね、あの自動運転ですね、あの沖縄のですね、あのえー、と南部、那覇の,あの東側にですね、南城市っていうところがあるんですけれども、でそこでですねあの、自動運転の実証実験やってます。で、それが沖縄県下ではですね、ニュースで流れています。でああのついに ここまで来て,るの来てるのかなっていう話で2020年の、えー、オリンピックへの導入を前提に自動運転の、えー、試験をあの行動試験をしてますっていう話でしたね小型のコミュニティバスみたいなちっちゃいバス使った実験だったんですけども、まあ、それなりに動いてましたね、まあ、南城市っていう土地柄もあるんでしょうねあの そんなに交通量が激しくない場所だというふうに認識してるんですけれどもあの実験段階がいろいろ多分あるんでしょうね。普通の道路で市街地道路とかで混,雑時な混雑する道路とかやるんでしょうね。東京都っていうともう完全にあれね過密道路ですもんね交通渋滞の道路を走らさないといけないから。 まあ涙痛いじゃないでしょうねで、えー、ちょっと学者が考えたあの自動運転っていうのがありますであの学者の子学者さんはですねあの綺麗に整理して説明するのが大好きなんであの綺麗にせ整理してくれていますあの自動運転のレベルというのを作られてますねでレベルゼロがですね運転者がすべて運転タスクを実行する、まあ あのもともと自動運転なしですね。で、レベル1っていうのがですね、システムが前後左右、いずれかの制御ん、車両制御に関わる運転タスクのサブタスクを実行、実施する、要するに運転支援ですね、全、え、身、ー、後退、えー、左右,右折左折ですね、それの、要するに曲がる、止まるん、曲がる、走る、止まる、ん 進む、止まる、曲がるをあの機械がサ,サブタスクですからあの支援してくれるっていうやつですね。で、レベル2がですね、これを、えー、両方の制御あ、いずれかじゃなくて、両方ですねあの、走ったり止まったり曲がったりする両方をあの機械がやって 支援しててくれるってやつですねここまでは今の日本の車や,やれてますよねでここから次のレベルですねレベル3がですねシステムが、えー、全ての運転タスクを実施派、はあ、で作業系作動継続が困難な場合は運転者はシステムの介入要求に対して 適切に応答するることが期待される要するに普通な何もない時は機械が運転するんだけれども機械が運転できなくなった時は人間が代わって運転しますよっていうのがレベル3ですね。でレベル4はですね、えー、システムが全ての運転タスクを、えー、実施ですね。で作動継続が困難な場合は利用者が応答することは期待されない。 要するに全部機械がやるっていうことですね。これ同じええー、よう分からんですね、これ。で、レベル5っていうのもありまして、システムがすべての運転タスクを実施、えー、作業継続が困難な場合、両者が応答することは期待されない。あ、これ、技術ことは期待されない。あ、これ、ああ、そういうことか。えっ、ー、と、すいません。えー 全てのタスクを、えー、実施っていうのは限界領域内要するにあの想定範囲内ですね想定範囲の仕事はあの運転は全てやってくれるっていうことですねでレベル4が想定範囲内で全部機械がやりますよ自動運転しますよ車が勝手に動きますよでレベル5はそういう あの想定範囲っていうのは設けてないすべてのことにあらゆることに対応しますよっていうのがレベル5なようです。でじゃあえとこれが一体どこまでやるんでしょうかっていうので書かれているのがえとアウディと三菱さんの実験でレベル3までですか もう三菱さんがやってるんじゃないかという話ですね。で、あの確かですね、ちょっと私もあの車のことを少しかじりまして、で、あの、確かあの、日本ではですねあの、もう、道路交通法がですね、もうガチガチにできてまして、こういうこと全部、あの全部ダメなんですね、あの今の法律ではね。 で要するにあの何が一番危ないのかっていうとですねあの事故を起こした時じゃあ誰が責任取るんだっていう話なんですねでその時にあの本当にこういう自動運転の車を社会に普及させるためには車メー,カーの車メーカーの責任ですっていう話にならないといけない。そうしないと利用者は あの車買ったのにでこの車乗ったらずっ運転してくれるって言ってるのにあの事故起こしたやないか,だからこれ私が悪いのっていう話になりますから突然そんな振られてもそんなことあの対応できるわけないやないのっていう話になりかねないっていうことですね。そこででの今の法律では 自動運転でも運転者に責任があるんですね事故を起こした時は。でそれがちゃんと、えー、車メーカーの責任になれるのかっていう話ですねそしたらなかなかそこまでの話を簡単に車メーカーも OK できないですよね。ということでまだまだ日本では難しいんと違うかどんなどんなどんなして分けるんでしょうね。 車メーカー潰れてしまいますよね。事故何件か起きたらもうそれで車メーカー、ね、怖くて車売れないですもんね。ということでなかなかこれまだ難しいんじゃないかという話になってます。すみません、取り留めがなかったですね。はい、でそれではちょっとここら辺で1曲お聴きください。で続いてあの番組からのお知らせです。それ、えー、っと、ルパン三世からですね。 お聞きください はい帰ってきましたどうも、えー、それではですね、えー、なんでやねんのコーナーですねなんでやねんのコーナーで、えー、と私が、えー、今週予定してたのがですねあの加害者と被害者の人権ということをお話ししようと思ってましたで,な,な,んでなんでかっていうと沖縄で二十、えー、歳の女性がですねあの米兵にあの強姦されてで最終的に殺されてしまいましたということで あの逮捕されて今までだったら基地に逃げ込んでとかいう話があったんですけれどもそれがまあ一応逮捕されてであの裁判にかけられたんですけれども,もうまああれですねあの日本人とちょっとね社会習慣が違うせいかもしれんのですけどもあの裁判あの中もずっと黙秘してあのちゃんと語らなかったですね。 でそういうことに対してあの一応法律上はそれでいいんですけれどもあの人権というのがありますのであの同じ人間ですからね人が人を裁くということの限界というのがありますのでしょうがないとは思うんですけれどもじゃあ,あの被害者の人権はどうなるんだっていう話ですね。であの元々ねあの法治国家 っていううのは何かっていうとあの報復ですよね要するに敵討ちを許すと昔は敵討ちありましたもんね江戸時代はね江戸時代前まではねで江戸それを繰り返すともうあの収拾がつかなくなるっていうので双方が折り合いのつけるところでというので法定刑みたいなものを作ったとっいうことなんですけれども。 でその法定刑っていうのが明治時代に作られたものがあの多数残っててでそれが少しずつ改正はされてるんだけれどもその範囲内であのできているとで判決が下りるという話で,でなんでそんな今の社会的な認識と違うものをあのやらないといけないのかっていうと過去に裁いた判例とあの明らかに違ってるといけませんよっていう話で。 でできていいるという話なんですねあの要するにあの過去にはこの人は同じ罪を起こしたのにあの3年の懲役やったのに今度起こした人は10年か無期懲役かっていう話になったらあかんやろっていう話なんですけれどもでもそれは社会信条として今だったら無期懲役やったら無期懲役にすべきだっていう話が出てきて裁判員制度っていうのがあって あの導入されたみたいなんですけれどもなんかやっぱりあれですねガス抜きでしかないですね。でこれを根本的になお解決する方法はあるんでしょうかねやっぱりそういうふうにしてあのねあのどう,どうしてこんなこと。 これをさばやっぱり人が人を裁く限界になるんでしょうかねうんどっちも重要ですからねでもしかしたらあの加害者も十分な事情があるかある可能性もありますしで罪は罪あの人権は人,人の生きる権利ですよねは人の生きる権利として認めていかないといけないもの物を取ったらもうその人間は何の人間としての 権利がないのかって言うとそれはまた別の話ですからね、うん、難しいですね。ということでちょっとその話をもう少し深くあのちょ調べ物も含めてお話ししようと思ったんですけれどもまた新しいニュースが入ってきましたあの昔から思ってたんですけれどもあのあれですね NHK の受信料これは。 本当に私もひどい法律だと思います、ね、でなんかあのこ,この解説をしている報道番組の情報を中心なんですけれどもそうするところもともと米軍が GHQ があの要するに放送の独立性を保つためにあの自主財源をあの 持てるよううにしましまょうと要するにあのアメリカみたいにあの完全民法にしてしまうとあの資本の力の報道に偏ってしまうというのでそれはよろしくないという話であの独立財源を持ってやるあの運営できる放送局を作りましょうというので NHK があるみたいなんですけれどもでもこれ 今昔は2000円の,あの番組視聴量って言ったらそんなに高くはなかったんですけれども今の他のあの番組がですね500月額聞き放題500円とか見放題あの300円とかそういう状態の時にですねまだ未だに2000円とか取るわけですよね。でこれっってやっぱり おかかしとと違うかというい素朴な疑問はですねやっぱりあのみんな持ってると思うんですね。でこれで要するに法律を盾にしてですね受信料払いなさいっていう話には、まあ、法治国家やねんからそうなんですけれどもそれの要するに法律の違法性がないとよく言えたなあというふうに 思いましたあの正直な話でなんで契約の自由がないんですかね <laughs> なんで国民は契約する自由がないんですかねおかしな話ですよねあれ民間企業っていうか一つの放送団体でしょね放送団体との契約になんでその強制介入 強制加入ななんででししょうかねおかねねお話ですよ、ね、それは素朴な疑問として起こるのは当然ですよね。でそれを、まあ、あの法律論的にあの払う義務はあるっていう判断をしたみたいなんですけれどもうーんこれはもうまさしくあれですねあの EU とかあの、ね、官僚制度の要するに学者とか要するに自分の。 あの生活にあの？生活というかけ離れたところで、思考が判断しているような状態になってるんじゃないかというふうに思いますね。年金6万円で家賃さ2万円払って4万円で生活している。あの年金生活者に。じゃあ、それで毎月2000円の。 あ,の <laughs> あれを取るんかって <laughs> お,前お前なってどんな生活してると思ってんねんってなりますよねやっぱりねほんまにもうほんまにもほんまにものほんまにもですよねでまあそれぞれ配慮してますっていう話なんかもしれんけれども配慮じゃないでしょうってね自由契約にせえよなっていう話ですよほんまにもう驚きでしたね本当にまああのこういう放置国家 放置制度っていいうううのはこういうもんなんなですねだからトランプさんみたいなのが現れてくるんでしょうねあの当然そうなると思いますね要するに民意とはかけ離れた状態であの行政及び司法が判断されしてしまう法律の運用っていうのがされてしまうっていうのはやっぱりおかしな話ですね、はい、というふうに思いました。でもう一つですね今回の 要するにあのいつから払わないといけないのかっていうところであのもうテレビが設置された日にら日に遡って払いなさいっていうことまで認めてしまってるんですね。でそうなのかっていう話を思ったんですね。ああ払わなくていいいテレビというかあの音楽媒体 は一体何なのかっていうふうにあのちょっと調べてみたらですね中何の,ーーのついてないテレビは画像を映すだけやから放送料放送受信料いりませんっていう話なんですだそうですようん。ということはそれやったらええんかっていう話ですね、うん、えー、らしいんですね。ということは あのどっかの,あのベンチャー企業がもしかしたらネットでテレビが見れるまあビデオ中心ですよね当然ねあの見れるあのチューナーみたいなチューナーじゃないですねデコーダーですねあのを開発してで TVer とかあの辺を見ればあの別に問題ないですよ YouTube 見てる分には問題ないですよっていう話になれば受信料は払わなくていい。 という話になりますよねでこれはどうも今の法律でも合法なように思えるんですね。払わなくていいということではね。そういうことまでしてなああ,のあれなのっていう話ですよね。NHK を見,たい見,見てるかもしれんけれども受信料を払いたくない要するに受信料を払っ までも見たくなるような番組じゃないものをどうして nhk は作ってるんだっていう話ですよねやっぱりそこに戻ると思うんですねあのワウワウとかああいうのはあのお金払って受信してるんですよねあの nhk の衛星放送じゃないですよあのワウワウとかですね cs ですよそっちの方は受信料払ってみんな あのテレビとか見てるわけですよねでそれぐらいの価値を持たせることがどうしてできないんだろうなっていうふうに思ってますね。多分これも先ほどお話ししたですね従来の体制にあぐらをかいたですねあの役人的な経営方針を持ってるからじゃないかなというふうに思えてなりませんね。でじゃあこれどないしたらのいいのかっていうとう、まあ、現状の あれでしょうね NHK の受信料やったら現状100円とか私やったら100円100円とか200円ぐらいしか払わないですねでも実際私もっとたくさん今払ってますけどねな,なんでやねんってほんまにもうなん,でなんでこんなに高いねんって思いながらもしょうがなくて払ってますけれどもそれでもやっぱりうんあなたが。 打倒と,と思われるバリュー価格は、一体いくらですかって、百円ぐらいかな。ね、たまにあの大河ドラマ見たり、あの朝の連続ドラマたまに見たりするだけやから。別になくてもええねんからな。それで百円ぐらいかなって思,思ってしまいます。けれども、私、おかしいでしょうか <laughs> お、おかしいですかね、ル・ドロンさん、私、おかしいです。<laughs> あのルドルフさんは受信料を払わなければスクランブルをかければいいのでそう,そう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 衛星放送みたいにねなんか画面に出てきますよね, <laughs> ねあんなあんな話でしょでスクランブルかけたらええんですよね、うん、ななそれでええやんかなっていう話にな,るなりますよねそれじゃあ公共性を持てないってあのい違うやろって。 ねなな無料の部分と有料の部分作ったらやるなそ,そういう話でしょ違うのかなあすいません言いすぎましたすいません <laughs> 普通だルドルさん普通だと言ってます <laughs> すいませんはいあの言いすぎました申し訳ございませんはいということであの申し訳ございませんなんかだらだらとしてしまいましたけれどもあの 以以上上でです。す。今週は以上ですそれではあのいろんな曲がずっとずっと溜まってますので、えー、っとシリーズでお聴きください。えー「世界の終わり」「スノーファンタジーマジック」えー「ミ i シャさんからはエブリィシング」えー「スピードのホワイトラブ」えー「太田ヒ美さんのシベさらばシベリア鉄道」でお「お待ちかねの芭蕉布」と続きます、えー。それではまた来週お聴きください。どうううもありがとうございました。さようなら。